私が敵の陣を解きましょう。私が帝国に戻れば全ては収まることなのです。しかしそれでは僕は君を失うことになる。ですがこのままでは王子は王国と命を失うことになります。王国が何だというのだ。死が何ほどのことがあろう。笑ってくれ。僕は死や亡国よりも君を失ったまま生きることの方が恐ろしいのだ。王子。ああ、愛しい人よ。僕がどれほど君を愛したことか。愛は誰もを盲目にし狂わせる。君に愛を囁いた貴公子たちは君の謎かけに答えようとして皆破滅して君を。お姫様、なんだか不思議な気持ちです。ただのお芝居なのに。それでは皆様、最後にもう一度盛大な拍手をお願いします。ねえ使い魔さん、何か別のことを考えていたでしょ。ずいぶん情熱的な告白でしたよ。成功してよかったよ。本当によかった。むちゃくちゃだって。メインの役者のほとんどが素人なんて。まあそう言わない。お客もいつも同じ演技じゃ飽きちゃうしね。終わってしまったのですね。思い出してみれば楽しい日々でした。はい、これ約束のバッグ。お姫様、おられますか？使い魔さんですか？お入りください。 お邪魔します。お姫様、お祭りの日々は終わりました。私はこれから城に戻らねばなりません。本当に世話になりました。皆にも礼を言うつもりですが、使い魔さんには伺いたいこともあったので。それは本当のところ、あの劇中の告白はどこまでが本気でした？お姫様、それは忘れてほしいはなしですよ。本気です。でもそれがどこまでかと聞かれる。
られません。どこからが嘘かという問いですから。俺は嘘は言ってないつもりです。多分。そうですか。満足できる答えをいただきました。これならば心置きなく城へ帰れるでしょう。また会えますか。ええ、今度は女王としてですね。わかりました。私は城へ帰るのです。政治と外交、そして戦争の舞台へと。そこで流される血は舞台の上と違い、全てが本物なのです。始祖よ、願わくば幸運を。ただいま。はあ、足が棒になっちゃったわ。お帰りなさいませ、ミス・バリエール・サイタさん。聞き込みの方はいかがでした？全然ダメ、何も手がかりなし。どうしたものなのかしらね。このまま捜査が進みませんでしたで終わるわけにはいかないわ。他のみんなが帰ってくるのを待とうぜ。そのために手分けして聞き込みしてるんだし。そうね。いや、ちょっと大変な感じになってきてるぞ。大変なって一体何が？何か分かったの？爆弾使いのことではないけど、今日になって兵士が町のあちこちを見回り始めてるのよ。兵士が？ええ、町の警備とは別に結構な人数が見て回ってるの。軍の方も本腰入れて爆弾使いを探し出そうってことなのかしら。どうかな。あれは通常の警備じゃない。おそらく何かあったんだと思うけど、それが爆弾使いの件とは限らないんじゃないかな。爆弾使いの件に並ぶほどの事態が起きたってことか。おそらくね。街が大変。あら、おかえり、サムサ、ケロケ。あなたたちも街の兵士を見かけたのね。そう。ついでに兵士が街をうろついてる理由も聞いてきたわ。それで兵士が見回ってる事情って一体何？誰だかはわからないけど、重要人物が行方不明になったとか言ってたわ。重要人物が行方不明？誰かしら。私です。お姫様？どうしてこんなところに女王陛下がいらっしゃるの？お迎えしないと。ごきげんよう、皆さん。
きげんよう。って姫様、なぜこのようなところに。王宮の方はよろしいのですか。皆さんにどうしても伝えなければならない用事があって抜け出してきたのです。天使たちが陛下を探してる。ああ、女王陛下、僕に会いに来るためにわざわざ。寝言は寝てから。でも、お姫様、王宮を抜け出してくるなんて、一体どんな要件なんですか？要件というのは他でもありません。しばらくの間、私をかくまってほしいのです。はい？ちょっと待ってください。かくまうって、それこそ一体どうして？すみません、姫様。詳しい話をお聞かせいただけますでしょうか？ええ、もちろんですわ。それをこれから説明いたします。あなた方にお願いした爆破事件の調査なのですけれど。その進展がなかなか。それは承知しています。あなた方を咎めるために来たのではありません。各事件の報告をもとにこちらでも検討した結果、新たな事実と思われるものを発見したのです。発見ですか？今回の一連の爆破事件にはある法則があります。皆さん、この地図を見てください。これはトリスタニアの地図ですね。はい、この中心部分が王宮、そしてこのマークが爆破された現場です。え、どうしたんだい？なるほどね。爆破現場は城の周辺に集中してる。集中してるどころじゃないわよ。順番はバラバラだけど、城を取り囲むような場所で起きてる感じね。偶然にしてはあまりに正確ですわね。確かに意図的なものでしょう。分かっていただけたでしょうか。この事件はただの単独犯ではない。そう思えてならないのです。でもそうだとして一体何の意味が？爆破で壊された箇所をそのままにしておくわけには参りません。瓦礫を片付け修復工事を行うのですが、これだけ修復箇所が多いと作業に携わる職人が不足しています。そこで早急に修復作業を行うため、職人を国の内外から集めているのです。つまり。職人を装う工作員を誘導させるために爆破事件を起こした。はい。あらかじめ王宮周辺で爆破事件を起こし、その修復作業に乗じて潜入する、そういう手はずなのではないかということね。おそらくは。それを疑っているのは今のところ私だけですし、ただの杞憂なのかもしれません。ですが、それが本当だったら大変です。今すぐにでも工作員を見つけ出さないと。大変かもしれませんが、職人全員を調べて。おそらく無駄になるでしょう。どうしてです？情勢が不穏なこの時期です。当然国外の職人は身元を確認しています。素性が怪しい者は国内に入ることはできません。職人の身元を保証しているのは我が国の有力貴族たちなのです。考えたくはありませんが、
もしその貴族の中に国を売る者がいるとしたら、工作員の身元を偽るのも簡単なことです。そんな、国を裏切る大罪です。ですが他に考えられません。そこで皆さんにお願いがあるのです。できればここで私をかくまっていただけませんか。私の不在を知れば、それに乗じて何らかの動きがあるかもしれません。お願いできますか。もちろんです。もう決定事項みたいですし、やるしかないでしょう。女王陛下のご命令とあらば、このギーシュド・グラモン一命落としてお守りいたします。また調子に乗って。ええ、私もご協力いたしますわ。私何もできませんけど、お力になれるのでしたら。よくわかりませんけど、みんながそう言うなら。まあ乗りかかった船だしね。どうやら全員一致のようだな。今日からはお姫様の護衛も任務ってわけだ。どうかよろしくお願いいたします。というわけで出てって。ちょっと待て、何がというわけでなんだ。なんで俺だけ部屋の外に追い出されるんだ。ああ、安心して、ギーシュも一緒だから。なんで僕まで追い出されるんだ。そうだぞ、俺をこんな女ったらしと一緒にするな。こっちの部屋は今後女性部屋ってことにするから、男子禁制なの。ああ、そういうことか。そりゃまあしょうがねえな。そんな、せっかく女王陛下のおそば近くにお仕えして僕の魅力に触れてもらおうという夢が。ほら行くぞギーシュ。あんまりだ。いいからさっさと寝て、明日からお姫様の警護だ。じゃあおやすみ。おう、布団蹴飛ばして寝冷えするなよ。しないわよ。誰です。あの、起きてますか。お姫様。よかった、もう起きてらっしゃいましたね。はい、早起きなもんで。お姫様こそどうしたんですか、こんな早く。慣れないベッドで寝たせいでしょうか、いつもより早く目が覚めてしまって。それで、せっかくですから街を見て回ろうかと。はい。あの、今の状況で外に出るのは危険ですし、散歩は控えた方が。それに、何かあったら俺がルイズに。ルイズには私が取りなします。では、参りましょう。ちょっと、わかりましたから、そんなに引っ張らないでください。ここは広いところですね。
姫様、ここは兵士が多いみたいですし、あんまり長くいては見つかりますよ。ああ、仕事熱心なのは良いことですわ。そんなのんびりしてる状況じゃないですって。お姫様を探してるんだから、とにかく早く移動しましょう。おい、そこの。はい。身長、髪の色、捜索命令のある人物の特徴と合うな。お前、ちょっと詰め所まで来てもらおう。ちょっと待ってください。俺の言い名付けがどうかしましたか？言い名付けだと？そうです。今まで辺境に住んでた娘で、結婚式の前に家族に紹介するために今朝この町に着いたばかりなんですよ。そうなのか。ああ、おめでとう。それじゃ、急いでるんで失礼します。さて、これ以上余計な連中に捕まらないようにさっさと移動しちゃいましょう。そうですね。あら、ここは確か裏路地ですね。ずいぶんと寂しい通り。ああ、ダメですよお姫様。ここは柄の悪い連中がたむろってる危険地帯ですよ。ですよ。こんなところにお姫様みたいな女の子が来たら危険です。そうなのですか。ではどんな女の子なら来てもいいのですか？こんなとこに来てもいい女の子なんていません。それだけ危ないところなんですから。女性を大事に扱ってくださるんですね。実はそうなんです。なんちって。女性を守る騎士道精神ですね。素晴らしいことですわ。でも使い魔さん、顔が緩んでますけど。そんなことないですよ。とにかくこんなところにいたら危険ですから、さっさと移動しましょう。わかりました。ここは緑が豊かな場所ですね。広々として気持ちの良い光景です。このまま町を出てこの街道をまっすぐ進むと魔法学院ですね。ここが町の教会になるのですね。そうですね。このままこの道を進んで遠くに行けたら。お姫様？いいえ、何でもありません。ただのざれ言です。お姫様、いつか自由に行けますよ。そうでしょうか。俺のいた世界は誰だって自由に旅ができます。この世界だっていつかは。そうですね。使い魔さん、ありがとう。さあ、街の中に戻りましょう。ええ、そうですね。